1年に1回とかそんな感じなんですけども、もうここ本当にいい場所なんで、とても好きだし、あの友達とかも来てくれ来やすいん でコンセントレーションのという曲がありまして、その、まあ、あの三国志が大好きで、その中で四面楚歌っていう、まあ、言葉がありますよね。もう 敵だらけでどうしようもない、すごいね、そういう時にそういう時にこそこういう決心をしてください、自分を信じてくださいっていう、まあ、そういう曲なんですね。もう一曲の方のオーバンドオーバンドゲームは、何度も何度も諦めずに挑戦してほしいっていう、まあ、まあ、私もそういくつになってもやっていこうっていう、まあ、みんな頑張っていきましょうと、まあ、ジャズでも演歌でも何でも歌っちゃいます。でもどれもこれも好きな曲を選んでる。Thank you.
の高橋です。よろしくお願いします。ちょうど5月の20日がうちの誕生日で開店12周年になります。お店そのものはノンジャンルのライブハウスでゆっくり座って、音楽を楽しんでいただく、そういうコンセプトのライブハウスです。おすすめです。よろしくお願いします。